れ、ヤッホーさんお疲れ、Pさんお疲れ、イッくんお疲れ、ありがとう。そう、今日はね、ずっと喋ってました。リハとか含めて、取材とかも含めたら、取材が1時間とかあって、リハとか本番含めたら6時間ぐらい、4分の1ぐらいね、スマホに向かってここでここに座って今日はお仕事だった。だから今日はどんな天気だったか全然わかんない。お疲れ様です。こんばんは、カズノシンさん、クマありがとうございます。うっかりあんこさん、お断りです。フィリアスミーさん、Pさん、回復薬ありがとう。そう、今日めっちゃむくんでたんですよね下北 FM の画面に映る自分見て、あーめちゃむくんでるって思いながら喋ってた。こんばんは。そうなんです、週末お話し会が2日連続あるので、喉をねあまり使わないようにせねばと思っているのですが、明日はねショールームの STU フューチャー日なのでね、ショールームするよ、ちゃんとしっかりね。こんばんは。どうも、お疲れ、みんなも木曜日お疲れ様でした。めっちゃお腹すきましたよ。昨日はね、あの配信はなかったんですけど、夜沖さんが急に配信始めて、なんかメール配信終わった後にさ、沖さんのメール見たらさ、また配信はまた今度って書いてたのにさ、急に配信始めて一緒にちょっとだけ10分ぐらいしたけど、なんか本当にテンションが高かったですね。そうなんや、なんかめっちゃくっついてきた。ね、テンション高かった。クロさん、リップありがとう。配信終わった後すぐ帰りましたよ、沖さん。私もだってね、何時だろう、23時ぐらいにはもうお風呂も済ませてたし、そうで早く寝たわけでもないんだけど、また今日も謎に5時に目が覚めて早起きでした。お腹すいた。しんいちさん、だいまありがとう。いや、飢えてたよ、だってなんか怖かったじゃないですかテンション帰ってった、食器洗って帰ってったいいですって言ったのにコップ洗ってくれましたそう、今日朝からツイートした。いや、ファセレの部屋ね、生活感ないって言われるけど、沖さんが前来たのが1年前とかなんですけど、1年前よりはソファーも増えてるし、机も変わったし、あ、ソファー増えてないか、机変わってるし、あの物の配置も変わってるし、去年と比べたら全然住んでる感あるよ、あるよ。私的には物を結構多くて嫌だなと思ってるんだけど、ここに本当に住んでるのって言われましたどういうこと。よしひろさん、レインボースター2個ありがとう。あのコップよく使うんだけど、あの配信とかで飲むとグラスってすごいいろいろ反射するから、あんまり使わないようにしてます。使わない、配信では使わない。しゅんさん、お疲れありがとう。こんばんは。沖さんの家一回も入ったことないですよ。今度ねって言っても1年以上経ってる。しんいちさん、
唇ありがとう、ピサリップありがとう、歌舞伎のコップも使ってるよ、それも使ってるけど、もうあんまりペットボトルが多いです。あの公演とかお話し会でペットボトル持って帰ってくるから、飲みかけのやつ、それをお家で飲むから、その日だからね、あんまりコップを使って飲むってことはないけど使ってはいる。わわわさんお疲れ5個、やすべさんリップ10個、かずのしんさんハートありがとう、こんばんは、くろさんすずらんありがとうそうだね、土日お話し会ですね、だから喉を治さんといけないけど、そろそろあの病院でもらった薬が切れるのでまた行かないとなんですよね。困ったよ、行けそうな日がなさげ。よしひろさんくまありがとうございます。私多分ね来週の月曜日こいらじなんですよね、来週月曜日こいらじなのよ、だから土日お話し会で声を潰したらこいらじの声が終わるので気をつけないといけん。山猫坊主さんリップ10個ありがとう、初お話し会、お、オンラインはってこと、オンラインでは初ってこと、リアルが先、こんばんは、今日は4時起き、4時は眠い、お疲れ様、偉いね、ご飯しっかり食べて睡眠取れるなら取ってゆっくりしてください。しんいちさん回復薬ありがとう、カズノシンさん回復薬、バラちゃんバラ、山崎さんお疲れ6個ありがとう、見てじゃーん、これは今日テロップを作ってくださいと言ったから作った。皆さんもうすぐだね、これ発売日ね、ボーン、来てくださいね、お渡し会待ってるね、待っているよ。今日はね土曜日の生写真のサインもした、土日あるからね、土日で絵柄違うんですよ、土曜日が前回のやつと同じ絵柄で日曜日がまた新しくなるんですけど、土日どっちも可愛い絵柄でお気に入りです、撮り下ろしです、オンラインサイン会のために撮ってもらった、カメラマンさんに撮ってもらった写真でございます。これまではあのライブ中公演中とかのいつ撮られたかわからない不意の写真シリーズだったんですけど、あのこの前からね変わってまして、実はカメラマンさん撮影のやつになってます。ウェダースポーツさんハートありがとう、カネッチさんタコありがとう、5時寝、あ、5時寝だったの、遅くまでお疲れ様だったもしかして、浦部さんクマありがとう、クロさん花束ありがとう、そう、あのこの画用紙をマネージャーさんが用意してくださって、このこれをその時に一緒に生写真もくださったから、今日明日で2日分のサインを書かせていただきます、完売ありがとうございます、ありがとうございます健康診断で運動不足です、1日1万歩歩いてくださいと言われた、あ、そりゃいいことだ、パセリ、パセリと一緒に歩くぞ企画をしたら余裕で歩けますよきっと。浦部さんタコ、タコじゃなくクマだった、これタコ10個ありがとうこんばんは、イハクさんハートありがとう、
あ、声ラジ出てる？あのね、テーマは何だったっけ、忘れられない思い出みたいな、忘れられない景色みたいな感じだった気がします。もう提出したんですけど、ブログ用のやつも確かそれでした。声ラジ、 P さん唇10個ありがとう。そうなんよ、電波がね良くなくて、しかも最初スタジオの映像が一切なくて、あのズームで入ってるんですけど、下北 FM さん本当にあの真っ黒画面に向かって喋りかけてただからスタジオでどうなってるかが見えなくて、反応も何もできなくて、最初しばらくそう真っ黒画面に向かってこんばんはとか言ってました。なんかねリハの時もそれで Q が出たら喋り始めてくださいって言われたけど、 Q が分からんくて、あの音楽的にここかなってとこで喋ったこの辺かなみたいなので勝手に喋りました。むずかった。そうよ、ん？なってた、ついていけてなかった。そうなんですよ、私も行きたいなね。YouTube やショールームのコメント、ショールームはMV 中とかに、私ね iPad で台本をね、進行の台本をこうやって見てたから、あの MV とか流れて自分が映らない時にアプリ切り替えてショールームでみんなのコメント見てましたよ。いつもそうしてるの、紙の台本とかじゃないからさ。だから私が下向いてる時はあの台本見てるかショールームでコメント読んでたか、どっちかですね。画面上には出てこないんですよ。ゼータバラありがとう。私も下北沢行ったことない。そうなんです、代理テーマ忘れられない、あ忘れられないだけか、私は忘れられない景色にしました。みんなも声ラジお便りぜひ送ってください。クロさんアイスウェザースポーツさんハートありがとう。ソラハのジャイアントコーン話、そうなんや、この前ね、普段ねアイス食べないんですけど、ソラハさん一口食べてみてくださいよって言って、じゃ上のチョコだけもらうわって、あのアイスじゃない部分あるじゃないですか、ジャイアントコーンあげますよって言ったらごっそり取られた。しんいちさんハートありがとう。こんばんは。かずのしんさんハートありがとう。でも全部って言っても途中まで私が食べてたから3分の1とかですよ多分。そう噛んだと思ったらしいんです。噛んだお、めっちゃ綺麗に取れたと思ったら全部かけらごと塊ごといっちゃったらしい。そうだ、ソラハさんソラハさんはあの相変わらずあのちゃんと会議をしてます。お互いちょっとモヤモヤしたらちゃんと話し合うんですけど、今日も今朝話し合いを3日ぶりか2日ぶりにまた話し合い開催しましたいつも話し合ってます。ちゃんとごめんなさいって、悪い時はごめんなさいもするし、わっこれあれだ、これ今のやつあれだね、昨日のやつだ。昨日の沖さんと配信した時めっちゃ出てきたやつ。亀さんありがとう。唇大量ボックス、これか。なんか急にさ、昨日囲まれて知らない人の唇に、沖さんとか配信してた、周り全部唇に囲まれたから何事と思ってたけど、これか、これなのね、大量唇。
誰かの知らん唇、ずっと笑ってましたね。昨日の私さ、前髪浮きすぎてなかったですか？昨日焼肉食べたんですよ。なんかね、本当は違う日、お好み焼きのイベントの日に行きましょうって言ってたんだけど、その日がさあ、いろいろ広島市内が大変だったじゃないですか。お好み焼きの日だから、また今度にしましょうって言って、前の日にね。でお好み焼き行ったら、案の定お好み焼きをいっぱい用意してくださってて、お腹いっぱいになって、よかったですねって、焼肉行く気でいたけど無理でしたねやっぱりってなって、昨日になりました。ラジオの後に行きましょうって言って、私が食べたいねやつがあったんよ。焼肉じゃなくて揚げまんどぅが食べたくて、揚げまんどぅが食べたいですって言って焼肉屋さんに一緒に行ってもらった。こんばんは。楽しかったです昨日、岡山からの、広島からの。お疲れ様みんな。揚げまんどぅ中にチャプチェが入ってて熱々でした。サックサクだった。まんどぅ餃子美味しかった。今日むくむかなと思ったけど、そこまで思ったほどじゃなかったけど、下北 FM さん出て画面見て、あ、むくんでるって思った。思ったよりかは。6月4日怖いくね、待ってます。ブルーライブで会おうね。生電話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お久しぶりの会話が下北 FM になるとは。また大阪で会いましょう。浴衣だね。わー早いね。なんか大阪のお話し会全然先やなと思ってたけど、すぐですね。ひょーひょー、あっという間だ。としやさん、バラありがとう。あっという間だ。だってさ、昨日ね、アシキン沖さんのラジオの収録だったんですけど、1ヶ月なんですよ。1ヶ月分を撮るのね。5週分撮ったんですけど、5週目の最後に、今年も半分が終わりましたって言ったのって書いてあったの、台本に。はぁって、そっか、6月終わるってことはそういうことかと思って。今はまだ私が生きてるのは5月だけどさ、そのラジオが放送されるのは6月末だから、そうだなって、確かになって、恐ろしいね。あっという間に夏が終わって、なんか悲しいな。なんか私ね、今日ね、下北 FM のリハーサルで笑顔のチャンスの MV 見て涙がこぼれてた。一人で悲しくなっちゃった。だってあれ撮ったのは12月末ですよ。まだ半年経ってないんですよ。恐ろしい。半年経ったのか、半年になるのか、なんかもう悲しくなっちゃって、遠い昔の記憶を見てるみたいな感じで悲しくなりました。 P さん、尊いありがとう。そうね、困った困った。たくさんメール来てた昨日、ありがとうございます。読んだので、自分読まれたかなって気になる方はぜひラジコとかでアシキン聞いてください。5週あるからお得だと思いますよ。ラジコ入ってないけどどうしようかなって方、5週あるからね、5週分ポキパスを楽しめますから、どうですか、ね？ね、あっという間だ。
幕張からもう2ヶ月。え、それは早い、それは早すぎる。そっか、そうよね、早いね。じゃあ美穂が卒業してからも同じ2ヶ月。え、でもそれはなんか遠い昔に感じる。幕張は最近に感じるけど、美穂いたのも昔に感じちゃう。はあ。ラジコしてね、ラジコで聞いてください。私も聞くよ、もちろん。前回もちゃんと全部聞いた。もう入ってる？ありがとうございます。いっぱい聞いてね、STU のラジオ。いろいろね、もっと前はいろいろあったけどね、ぜひ聞いてください。しんいちさん、唇ありがとう。ラジコ、おすすめ何週目？でも1週目のインパクト結構強めです。1週目でガツンとくると思う。ポキパセ推しの方には1週目ガツンポキパセって感じで始まり、5週目はでもポキパセって感じ。1週目がもうストレートのポキパセって感じ、そうくるけど、5週目はそんな、1週目と比べたらSTU って感じで終わります。 STU のグループみたいな感じの内容で終わります。ぜひ聞いてね。おやすみなさい。お疲れ様。今日も電話ありがとう。こちらこそありがとうございました。嬉しかったです。私誰か参加してくれるかなって不安だったから嬉しかったです。香りなんか書きましたか？香り書いてないよ。大きいラブとか書いてないから安心してくださいね。メロンのあそこさん、お疲れありがとう。あ、命名もぜひ聞いてほしい。そうなんよ、命名をさせんといけんのよね。私前回なんてつけたっけ。なんか当時パンダのシャンシャンがなんかパンダのさ時期だったから、なんかねそんな感じだったよね。繰り返す系だった気がするんですよね。でも今回は違います。ぜひ聞いてください。6月1日が1週目だからね。6月になった瞬間から始まるから、よろしく。おきラブ、あのね、パセリの複雑そうな表情あの日のショールームの顔とね、顔と心のギャップがすごかったですね。5月27日なんか間違えて撮ってた。どういうこと？間違えて撮ってた？どういうこと？どういうこと？間違えたの？そう、ソラさんと距離が縮まった日。そう、昨日さ、アキさんにさ、なんでソラハとそんな仲良くなったのって言われたけど、イモース、その例のイモースですって言えなかったから、なんでですかねって、なんでですかねっていつからだっけなみたいな感じではぐらかした。山崎さん、だるまありがとう。あ、 NMB とかぶってる。そうか。あ、どうするの、参加できないってこと？6月11日間違えて撮った。みんな間違えて撮るじゃん。私ね、一回ね、ナナさんの件と間違ってきましたって方いたから、それに勝てる間違いエピソードがない。ナナさんと思って申し込んだら違いましたって方がね、一回来てくださったことがあって、ほんとびっくりした。え、どういうこと？と思って、支払いまでさ完了してるのに来てくれて、
申し込んだ記憶がないのに券があって怖い。ああ怖いんだ怖いんだ、そりゃ怖いんだ。多分岡田を先で間違ったのかなって思ったんよね。でも分からん、明後日間違った仕事だった。ああ間違っ、それは間違ってるわ。頑張ってねお仕事。みんな間違っちゃうよね。私も今日間違ってさ、アイスいっぱい食べちゃおうかな。間違っていっぱい買っちゃおうかな。私もお話し会また参加したい。一回参加したけど、なんかさ、私会場で目の前にメンバーがいるのに参加したんですよ。でもドキドキしたもん。やばい始まる、あやばいやばいカウントダウン始まるみたいな感じでドキドキして、エアパンが映った瞬間にめっちゃさ、あのオタクボイス出しちゃったもん。ヒヤーみたいな、エアパンみたいな出しちゃったから、ね、行きたい。でも行くときはちゃんとマネージャーさんとスタッフさん、キングレコードのスタッフさんに、あの参加したいですって、今日券買ってますって言って、スタッフさんたちに見られながら監視されながら話すからめっちゃ緊張します。間違って今日もチートで、あそれは明日からダイエット頑張るって言って頑張らない人のやつや。でもいいよ、もう好きなだけ食べたらいいよ、人生一回しかないんだから。確かに3期生の気になる、3期え、みんなも撮ってんの。こんばんは、よーやーやー、おきチャンネル。え、私ね、え、ね、みんなにね見てほしい動画があるからね、スペサポかなんかで公開したいんですけど、沖縄のおきさんのそれでも好きだよのリハの時に私が最前から撮った動画をさっき見とったらめっちゃ可愛くてね、動画の中のパセリもね可愛い可愛いって言っててめちゃめちゃキモかったです。可愛い、出張で仲いい先輩と一日中話してニコニコしてた、恋した、え恋しちゃったの、そりゃよかった、それはよかった。ガチで言ってる。 P さん、姫、山崎さん、だるま、ありがとう。え、めっちゃ可愛いんですよ、え超可愛いの、さっき見たの。私ね、いろいろ吸ってるんよ。あのドラさんの、あでもドラさんのあれは片思いの入り口じゃないや、ドラさんの菜の花はオキチャンネルで使われてたから、オキチャンネルのあのリクアワのメイキングみたいなやつ見たら、あれは見れる。いっぱい動画あるね。あるよ、たくさんたくさん。あのソラハさん多めだな、動画ソラハさんばっかりある。 あとなんか、え、オキさんも結構、あこれはホテルの MV の日かな、ホテルの鍵をなんかカードを挿して開けるタイプだったんですけど、それができないオキさんの動画が1分も撮ってる、めっちゃ多い。どっかスペサポかな、やっぱ投稿しよう、いつか。3期生のズーム、あれよね、ホームルームよね。
私もさ3期のホームルーム決定って出た時に、えこれ私参加するかなと思って、いつも先輩とペアみたいな感じじゃないですか、だからあ誰か参加するんかなって見たら全然3期だけだったからびっくりしました。びっくりしたよね。デザーズハートさんリップありがとう。いろいろあるよ本当に、私何でも撮るよ。ソラハさんとアーナが2人でユニバ行った時になんかテレビ電話かけてきたんですよ。その動画とかもなんか無駄に撮ってる。見せたいけど、なんかさ周りの音声とかでさ分かんないじゃん、こうやって一回聞かなきゃ。ちょっと聞いてみよう、どれか見せれるやつあったらなんか見せようかな。ちゃんと音声チェックしてからね。誰かが周りで口座番号とか叫んでたら大変だから、お話し会の楽屋の動画とかで口座番号言いますとか言ってたらやばいやばいやばいってなっちゃうから、ちょっと一旦確認。どれのせいだか、どれ、うん、あ、ちょっとかわいい、かわいいなった。見えるかな。オムライスにハヤシライスをかけるソラハさん。こうやってイヤホンつければいいのか。そのね、どこだん？あ、ピアで舞台だからこっちじゃない。他社の動画もいっぱいあるよ。これやばい。パセ。容赦なく食べるパセ。あーんしたくせに食べて。PR 舞台期間中はやっぱ PR 舞台メンバーの動画ばっかりあります。なんか見せれるのないかしら。ない、デッサン動画ばっかり保存してる。あ、これ見せたい。これはね、誰かが撮ってたんですけど、 MV の時の居眠りパセリ、誰かから送られてきたんですよね。あの路面電車で撮影した時にこうやって寝てたら隠し撮りされてました。パセの動画、あこの動画、じゃあパセ推しのみんなへ。撮るなって怒ってん。撮るなって。そう。
激おこパシパシ。これはダメでした。ヤンマガ？なんかねヤンマガとかのね動画もあるんですけど、全部周りにまだ公開されてないメンバーとかスタッフさんが映ってるからちょっと見せれないね。これあ私が新幹線で長崎にね帰った日にお母さんが博多駅まで送ってくれたんですけど、帰りになんか私のお母さんいつもね駅のホームまで来てくれるんよ。入場券買って入ってくれるんですけど、いつもね大丈夫なの。なんか寂しいってよりも申し訳ないなって、これから運転して遅くに長崎に着くの申し訳ないなって感じなんですけど、このねこのつい最近一番最近帰った日は本当に悲しくて、お母さんと別れるのが、でもそれをバレたくなくてめっちゃね泣いてる動画泣いてる動画があった。悲しい、寂しかった。でもないな、私が映ってソラハさんばっかり、ソラハさんばっか持ってるってことはソラハさんがパセリのばっか持ってるってことだそういうことだな、これはね。そうだよねないです。悔しい。みんなにもっと動画見せたかったけどなんかないわ。あるにはあるけどないわ。あるけどない。あ、これ見せれるな。これは PR 舞台の MV の、楽しそう。寒かったからね。あ、彼女感パセリをお求めの方におすすめのイルミネーション。あれ？手のひらで隠されちゃいました。あれ？宇都宮リネのクラコのゾンビのやつは持ってるよ。これ放送されたやつだけどもしお蔵入りしたら嫌だなと思ったから隠し撮りしてた。みんなはぜひ過去のねクラコンとかでチェックしてください。懐かしいのいっぱい出てきた。あずみの可愛い動画とかあったけど後ろにめっちゃメンバー映り込んでてダメだ。あれ終わっちゃった。短い、7秒しかなかった。短い、もっとなんかみんなに見せがいのある動画を見せたいのに。
ありました。見た、これは芋お酢でお寿司を大食いするっていう時に、急に前の席と後ろの席のリネとリコちゃんが急になんか肩組み出して足踏みし始めて、怖かったから撮ってたやつ、懐かしい。芋お酢でね、あの自由に食べれたんですよ、無料でお寿司が食べれたんですよ。エタジマイカーがいっぱいある。見せたいのに全然ない、むずいね。だってさ、どっか行ったお出かけの時の動画とかってさ、周りにいろんな人が映ってるからさ、見せれないしね。うん、難しいね。写真にしたらいいのか。写真。昨日食べたマンドゥです。昨日食べた焼肉屋さんで食べたマンドゥとポテトです。絶対みんなが求めてる写真じゃない。これは。あのメールで送ったカラフネ屋の1万1000円するジャンボパフェです。マイカーで食べに行きましょうって昨日 LINE で送った。沖さんと撮ったやつ大体もうメールに載せてるもんね。ソルハさんばっかりだ。ほんとソルハさん、全部ソルハさん、はあ、すごいソルハさん。多分目つぶってタッチしても絶対ソルハさん。うん、6周年の時の写真にしよう。6周年のね、見てほしい、見て、見てますか皆さん、見て、かわいいでしょ。サッチーです。サッチーです。これはあの長崎出身の響ちゃんです。これはチーカナです。撮ってくださいって言われたので嬉しくなって撮りました。可愛い女です。超可愛い。推しです。これはツイートした気がする。ドゥ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 。これ見てほしいな。リコちゃんとソラハさんがね、入学式みたいだったから私がこれ書いたの。これ加工でさ、つけたの。私がこれつけたけどどこにも出してないやつ。どう？いいでしょ。
これは私の、あららら、難しい、これ縦向きだ。私のちっちゃい頃からお気に入りのお面です。お邪魔女ドレミのお面です。チアです。マイカーのカレンダーです。これ当選した方届いたのかな。マイカーのカレンダー届いたよって方、届いたの。これなんか特典、何かに当たったくじかな、モバイルくじかなんかの特典みたい。届いた、当たった方。まだ嘘、届きました。お、あれなんかフルネームでファンの方の名前書いたんよね、確か。マイカーだけない、え？え？そんなことあるの？と彼女感、なんかみんなにさ、とっておきのさやつとか見せたいのに特にない。困った。ないですね。とっておきの沖さん、沖さんは S だってとっておきだよ。沖さんは、あの同じ沖さんはないから、一日たりとも毎日がとっておきの沖だよ。今ねツアー沖縄のところへんの画像を見てるんですけど、懐かしい、もう遠い昔の記憶。そう、ビデオ、なんかエンジンの動画とかないのかな。なさそうだな。今探してるんよ、見せれそうなやつ。でもないないので、なんかあったらまたフォルダに分けとくね。これみんなに見せるようなやつだよって分けとくね。今はなかったわ。PR 舞台の沖縄のエンジンがねあったはずなのにね、消えてる。みんなでさ、メンソーレーみたいなエンジンしたんですよ。なのにないので、代わりにこれにしようかな。代わりにこれでもいいですか。イカの天日干し、イカの天日干しをみんなに見せました。とっておきのです。
これは見せれますね。楽しそう。ね、この時かわいい髪の毛巻いておしゃれして、田村が韓国料理食べてる動画が出てきた。でも見せたら絶対怒られるじゃん。ダメじゃん。ユニバの待機列で疲れたパセリ。超怖い。これはバックドロップに乗せられそうになってるパセリ。ソラハ三冊ですね。全部不機嫌そうな。全部怒ってる。なんか これは載せたことがあるけどお気に入りです。これはツイートしたことがあるけど、この猫パセリの動画はとっても気に入っています。好きですか？なんか謎の動画見つけました。これも謎動画だ。あーあららららあ、待って待って、いいよ、見つけた。今見つけた素敵動画があるわ。待って待って、始まっちゃう。半熟卵を割るっていう動画を見つけました。チャーハンの上で超素敵動画でした。乗せれるのないな。飯テロ。え、お腹空いてきちゃうね。やめてほしいよね、そうやって飯テロすんの。ちょっとまた探しときますね。ないわ。楽しいね、見返すの。でもみんな何も楽しくないね。何があるか分かんないからね。もっと見せろ、足りねえんだよって、フラストレーションが溜まっちゃう。みんなのパセリ足りないんだよって。また今度ね。
腹ペコペコ。何食べるの？夜食。また会ったら見せる。今度から撮るように、うん、見せるように撮るようにするね。チラ見、本当チラ見だった。ありがとう、見てくれて付き合ってくれてありがとうございます。グーグー、お腹すく。私もアイス食べたい。私も誰もアイスとか言ってないのに、私もアイス食べたい。あ、アイスよって。食べたいよね、アイスね。メールで動画送れたらいっぱい送れるのにね。そうなんよ。まあその時のためのスペサポなんですけどね。またログイン方法を確認しないと。ログイン難しい。ブラックモンブラン食べたよ。当たりましたか？当たったの？デザートにアイス。じゃあアイス夜食にしてデザートにアイスにしようかな。とパリパリバーいいね。パリパリバー森永だね。パリパリバー雪見大福の新作、米田のやつ。昨日本通りおきちゃんと歩いてるの見たよ。あらなんか私結構見られてますね。2人目ですよ、それ言われたの。だってそう、昨日チャートリの公演があるの普通に忘れてさ、2人でパルコ行ったんですよねでチャートリの公演あるんですね今日とか言ってたのよ、岡山で。でもそれを忘れちゃってて普通にパルコ行った後に、あ、そういえばさっき話してたけどチャートリでしたみたいな、後から気づいてね。よかった、ちゃんとした服着てて、レッスン着とかで行かなくて。どこら辺だろう。え、どんな感じでした2人気になる。肉肉みたいな、肉楽しみですねみたいな感じのテンションだったんだけどもう肉のためになんか肉の焼肉屋さんの空く時間までボーリングの服とか探しに行きましょうよみたいな感じだったから、もう頭の中肉だったんですよね。肉肉、声見なかった。もともと肉の約束でいたから、前からね、マックの前、マックの前。はあ、その時もう完全に絶対肉だ、肉、もう肉に向かうための道を調べてたぐらいだ。脳みそが肉に支配されてました。美味しかったです。でも今寿司の気分もう肉に満たされたから、でも今は魚、魚か野菜です。肉18、23が6、西が8、ん ?2816 だよ。肉18ですよ。あ、肉18って書いてたか、あれ私が一人でボケてた。 P さん唇10個ありがとう。こんばんは。揚げまんじゅう目当ての焼肉でした。そばいいね、そば。そばそば。焼きキャベツ、もやし、ソースマヨネーズでお好み焼きと思っております。そんな肉はないの？なんならパセリの肉削ってあげるけど。そんな、でもソースかけたらもうお好み焼きって脳みそが思うから、コスパはいいね。どこの焼肉屋？超チェーン店だよ
ハンバーグ食べに行くの？え、何ハンバーグ？どういうハンバーグ？丸っこいやつ？なんか網で焼く、最近よくさ見かけるおしゃれな網のなんか炭火焼きみたいなやつか、平らな薄めのやつか。信号待ちしてたけど見ちゃいけないと思ってセブンに逃げた。申し訳ない、気使わせてるやん、申し訳ない。そっか、もっと見られてる意識を持たなきゃですね。肉肉ってでしたらダメだね。チーズイハンバーグいいね。スキレット、スキレットなんておしゃれな。タイの漬け寿司、何それ、美味しそうだね。ハンバーグの中にクリームシチューが入ってる。ええ、どうやって入れてんの、え、どうやって入れるのそれ、クリームシチュー、え、どういう仕組みなの、気になる。豚骨ラーメン、お腹空いてきた、食べるしかないんだよ。出前をしなさい。しんいちさん、唇ありがとう。あ、固めるのか、あ、確かに固形にするのか、冷凍とかするのか。それで一緒にこうやって包んで焼いて溶けてジュワー。そう、このルームに来たらもう夜食を逃れられないから、寝落ちするか夜食食べるかの二択だから、よろしく、よろしくね。うわ、いいな、みんな美味しそうなの食べてる。寝落ちしながら夜食、一番太るやつ。しかも歯磨きして。寝落ちしながら夜食食べるの、歯磨きしてない。今日はチャーシュー麺バラ肉入りとライス食べて、はあ、素晴らしい。カロリーの名前しかなかった今。明日ボーリング、またボーリング、私ボーリングやばいな、何も練習してない。肩痛める、大丈夫、本当にあの後ろにだけ投げないように気をつけます。夜勤頑張ってみんな。パセリルームに来たらさ、みんなどんどん太ってっちゃうと思う。私がね、食事制限とかしてる時に限っていっぱい美味しいものの話しちゃうから。シュウマイとオクラ納豆、何オクラ納豆って混ぜるってこと。カープーどん、え、カープーどん、私カープードリ行ってみたい。広島をさウォーキングしとったらあちこちで見かけるから、なんか美味しそうって思って。ボーリング、え、ボーリングさ、私が勝ったらアイス1年分とかですか。大木ちゃんに敬語ですか。いや、敬語で話してるつもりなんですけど、なんかたまになんかフランクになっちゃう。ダメだよ。もっと、かしこまりました、はい、承知いたしました、はい、失礼いたしますとか言わなきゃダメだよ。ね。はいかイエス、やば、全部イエスじゃん。いや本当に、いや1年前のねラジオの収録が気になったんだけど、ちょうど1年ぶりだったんですよ。で1年前は本当に今ほどさ PR 舞台もまだそんなに活動始まってなかったし、選抜としてもう何も、私は選抜じゃなかったからお仕事も一緒になることほぼなかったから、やばい、
もう1週間前ぐらいから去年はやばい、沖さんとのラジオが迫ってくる、やばいやばいやばいみたいな緊張しとったんよ。でもさ今はさ PR でもさ選抜でもマイカーでも、もうポキパセとかでも結構仕事あるけん、毎回そんなやばいやばいとかしたら多分私のね命が持たないので、今は冷静に落ち着いて話せるようになった気がします。ね、仲良くなれてよかった、嬉しいです、いっぱい喋れて。でもまだね緊張しますね。楽屋とか、楽屋はステージとかの、昨日のラジオもそうだったんですけど、ステージとかなんかアイドル沖さんっていう認識をしたらめっちゃ緊張するって気づいて、ラジオ終わって昨日一緒にお買い物とかしてる間はすごいなんか居心地よかったんですよ。でもラジオ中は沖さんっていう認識でもう見ちゃうから、もうめっちゃ緊張しました。公演とかの時に目が合う時も、もうキラキラした目で見つめてくるから緊張しちゃう、ね、懐かしいね、クリスマスの時ね、確かに沖前さん撮ってもらいました。ドラフト3期生さん撮ってもらいたいけどな、挟まれたいんだけど、いつも緊張していけなくて、ソラハさんが今だよみたいな、行きなって言ってあげようかとか言えるけどさ、なんかさそういうのされたらなんか余計緊張しちゃうじゃないですか。いや大丈夫ですって言って、また今度言いますって言って逃げちゃう、うん、写真集ねあるよ、ちゃんと飾ってるんだから。私でもまだまだ届くっぽいので、この前の広島で沖さんの写真集イベントがあった時に、パセリ宛てに何枚か書いてくださいって言われたから、何冊かまた来ると思うって言われたので、多分またパセリ家の本棚に沖さんが増えるんだと思います。持ってるのにね、自分で買ったんだけど、あと大木さんにもらったりしたんだけど、パセリ用にサインをね書いてくださった方がいるそうです。びっくりびっくり。あちこちに飾ります。かわいいっしょ。おしまい。みんなも見たかい？みんなも見たの？ちゃんと。はい、こちらもおしめんです。おしめんの写真集です。こちらもちょっと飾っております。超かわいい、マジでかわいいですよ。広島の歩道信号ないとこ多かった。そうなんだよ、そうなの。私もね広島に引っ越してきてびっくりしたことが、歩道の信号なさすぎ問題と、長崎って自転車乗らないんですよ。ほぼ長崎市内の方って坂が多いから自転車乗ってる人少ないんだけど、広島に来てびっくりしたことランキング1位が自転車の数多って思ったし、もう自転車にさ乗り慣れてるから、自転車に装着する傘を立てるやつとか、なんかすごいいろいろ自転車のなんていうの、課金アイテムみたいなやつをつけてる自転車が多くてびっくりしました。
そう超びっくり。私が長崎で見た自転車は高校生の通学の時の自転車ぐらいしか、あとママチャリ保育園とかの送り迎えとかそれくらいだったので本当にびっくりした。あるじゃん、なんか課金アイテム、なんて言ったらいいんだろう、課金アイテムってか装備なんて言うんですか、わかる、言いたいこと、言いたいことは多分伝わってると思うけど、盗まれた最悪そっか、いろいろつけるとそうだね、盗難の可能性も広がるのか、どうしたらいいんでしょうね。確かに対策しなきゃ、まあ、盗む人が盗まなければいい話なんだけど、なんでこっちが対策せんといけんのって感じだけどね。あ、オプション、サドルブロッコリーにされたことある人いるのかな、本当にありますか、みんなブロッコリー帰ろうと思って自転車のとこ行ったらブロッコリーだったよって人いんのかな、さすがにいない。私さ初めて見たもん、広島に来てあの自転車の傘さすやつ、そんなものがあるのかと思って、車のナンバープレート盗まれた、えどういうことえそれ盗んでどうするんだろうその人は、へえへえ変な趣味だね。ブロッコリーでも最悪されるから一旦帰る、やばい、すごいお尻がさ帰ったら緑のつぶつぶだらけよ。広島県は条例で OK、 あそうなんだ、県によって違ったりするってこと、レンタサイクル広島もあるよね、気になる、あれ便利だね。わあ。え、松村かおりさん勝手に修理されてたの自転車怖っ怖っ、え嬉しいような怖いような、本当にあった怖い話ですね。投稿したの忘れて下校した、あーなんかありがち、スーパーとか行くときに自転車で行って歩いて帰ってきちゃうやつね。すごい、自転車エピソードっていろいろあるね。私自転車乗れますよ、自転車通学だった、でもある日事故に遭ったんです。信号をねこうやって自転車で渡ってたらね、左折してきた車がねバーンってて吹き飛ばされてね自転車がもう使えなくなって買い直してもらいました。びっくりよね、高1の11月とか寒い時期だった、手袋してました、そうめっちゃ痛かったです。だからしばらく道を歩くのも怖くて、もう車の音が怖すぎて信号渡ったりするのも怖くて、でも自転車壊れたからさもう学校も送り迎えか徒歩かじゃないですか、買い直してもらえたんだけど何円以内で買ってくださいって言われてあの相手の方の保険の人かなに何円以内なら買い直せますみたいな言われて、あのホームセンターみたいなとこ行って何円以内で自転車こうやって探して、若干オーバーしてもいいですかって言って買ってもらった
春坊さんありがとう。そうめっちゃ怖かったですよ。あと私はこれもね何回か喋ったことあるんですけど、配信で帰り、高校の帰りにあのリュックをね、ハンドルのところにリュックをかけてたんですよ。よくないんだけど、したらそれの紐が前輪に絡まっちゃってブルブルブルってなって自転車で一回転した、一回転してこけたことがある。で前から知らない男子高校生2人組がこうやって来てて、めっちゃすれ違うタイミングでそれを着て恥ずかしかったことがある。しかも超大通りの国道沿いでそれやっちゃって恥ずかしかったですね。そう、人生初のアクロバット。みんなも気をつけて、私を反面教師にしてください。めっちゃ恥ずかしかった。なんか痛いとかどうこうよりもう恥ずかしいと思って、もう今すぐこの場から逃げたいと思ったの。超恥ず。あとあれある、あのね、自転車で帰った時にあのビールっていうか一軒家みたいな感じの、何なんですかね、あれビールだけど一軒家みたいな建物の上があの庭みたいな、そこまでビルほど高くないけど一軒家ぐらいの高さの会社とかが入ってそうな建物で、屋上のところがなんか家庭菜園できますよみたいなところで、多分植木鉢かなんかの水をポンって多分道端にこう捨てたと思うんですね。それ私ちょうどそのタイミングで自転車でピョーって取ったから水かぶったことがあります。うん、漫画かと思った。おもろいよね。あとなんかあるかな、自転車エピソード。車先に落として田んぼに飛び込んで、やばすぎる。やばい。米は無事でしたか、田んぼの米は無事か。しんいちさんゲームギフトありがとうございます。すごいね。でも田んぼって言ってもどの状態の田んぼかにもよるね。土のさ超硬い時の田んぼやったらもう体もだいぶゴーンって衝撃すごいけど、水張ってる時のぬかるんだ田んぼなら体のあのクッションにはなるけどね、べちゃべちゃなるっていう、大変それも。車で一回転どういうこと、何があったんですか。バナナでも滑って転んだの、バナナ踏んだ、マリカーの話とかじゃなくて。え、私もある気がする。私じゃないかな、小学校の時の一緒に登校してた子かな、なんかもう記憶が昔すぎて定かではないけど、肛門入った瞬間にあの鳥の糞が肩に落ちてきたやつ、友達だったかな、でも自分じゃなかった気がするけど、目の前で初めてそれを見たから友達かもしれん。もう昔すぎると記憶が曖昧になるもんですね。やばい、うん、結構喋ってる私、そろそろ終わろうかな、ね、喉か。ジョノラゴさんハートありがとう、レインボースターもありがとう。びっくりした、もうこんな時間なのね。しんいちさん回復薬ありがとう。びっくり、1時間20分も話してた、すごい、いっぱい喋った今日。楽しい、ありがとうございます。明日は STU フューチャー日だからね、もしかしたら他の新しく STU を知るって方も見てくださるかも、だからこんな鳥の糞の話とかしないように気をつけたいと思います。気をつけようね、飯テロもほどほどにしなきゃ、みんながびっくりしちゃうよね。神代さん回復薬ありがとう。無理しちゃダメだよ皆さん、お腹すいた、ありがとうございました。
みんなも元気に過ごしてください。明日も金曜日、え、5月ラスト金曜、明日プレミアムフライデーなの。じゃあ良い金曜日を。早いね。じゃあ土日はお話し会もあるし、頑張ってね。応援してるからね。びっくり。じゃあ、あ、山上って寝てください。夢に登場させてください。いきます。13位ジョナラゴさん、12位シェンさん、11位山猫坊主さん、10位ジンライさん、9位ワワウさん、8位ピーさん、7位ヨシヒロさん、6位山崎さん、5位ゆうたくん、4位やすべえさん、3位かずのしんさん、2位うらべさん、1位かめさん。ありがとうございます。ありがとう。みんなもゆっくり休んでね。おやすみなさい。バイバーイ。